人生は縁でできています。この縁というのは絶妙なタイミングでやってきます。決して早からず遅からずやってきます。この番組はそんな縁に的を絞りまして、人の心の扉を開ける専門家村上信夫がいろいろな方々にお話を受けたまっております。今日は前回に引き続きまして、ボーカリストの松岡美穂さんにインタビューします。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生器。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。今週も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いきなり失礼なことを聞きます。本当に失礼なことをよく聞くんです、はい、僕は。いいです。タフだよねですね、はい、自分でもそう思わない？思います、ね、はい、体力的にもタフでしょ、はい、で精神的にも多分タフ、はい、タフですね。どうしてって聞くのも変だけど、ずっとそう、それともタフじゃない時代もあったの？ありました。ずっとしんどい時期がありまして。それはいつ頃いつ頃？3年ぐらい前まで。本当に？はい。あ、そう。ずっとそうだから、家でずっと寝てたりとか、もう何かするとしんどってなって、こう、へえ、うん、3年前に何があったの？実はですね、私シェイプアップをしました。はい、まあ、ダイエットに成功したというか、はい、マイナス、ピークからマイナス10キロかな、多分。すごいね、はい、証拠写真があるんだよね。あります、うん、じゃあちょっとその証拠写真の前にご縁、じゃあいきなり言っちゃいましょうか、はい、その2という、はい、シェイプアップと、はい、自分を変えてくれたわけだ。はい、はあ、そのシェイプアップがなかったら多分今の私はいなかったかもしれないというぐらい、すごいなんかもう人生の転機というか、うん、何年前ぐらいから始めたの？それがちょうど3年前ですね。あ、その3年前に、まあさすがの美穂さんも体力も精神力もちょっとこう落ち込んだ時に、かなり落ち込んでましたので、はい、で何とかしようと、はい、出会いがあって、うん、ある方と出会いがあって、はいはい、で、はい、その方に指導していただいて。この人名前が長いんだけど、はい、フェレイラ・コスタ・あゆみさん、あゆみさん、まあ、外国の方と結婚されたのでこういう長い名前になってますが、はい、まあゆみさんとは前から親しかったけど、はい、その実際に彼女からなんかそういうシェイプアップのトレーニングを受けようとか思ってはいなかった。一緒に全く思っていなくて、で、まあ、あゆみさんも歌をやっているので、うん、私はピアノを弾いて2人で演奏する機会も何回かありまして、うん、その練習をしている時に、ねえねえ美穂ちゃんみたいな感じ で、うん、でそのシェイプアップの話を聞いて、うん、でそこからすぐにやります。彼女もやっぱりあなたの様子を見てて、はい、ちょっとこれは変えた方がいいなと思われたんでしょうね。絶対思ってたと思います、はい、ちょっと今写真がここに今出ています。これだけ、これだってそんな1年とか2年じゃないですよ。じゃないです、もう短期間ですね。最初の写真が何年前だったっけ？何年前か、始めた頃。始めた頃ですね。うん、それからピーク。真ん中辺が大体どれぐらい？もうよよ3日か4日後、1週間後。そんなに変わってるの？そうですね。でもこうやってるのか。はい、この3つの写真比べてるだけでもえらい違いですよ。そうですね。断食でもしたんですか？いやもうご飯、そうですね、断食まではちょっといかなかったですけれども、うん、やっぱり食事ですね、食事、いわゆる炭水化物を、そう、炭水化物控えたり、あと栄養もやっぱり取らないといけないので、うん、たくさん栄養を取って、でも炭水化物とか糖質とか、あ、私も糖質大好き、炭水化物大好きだったので、うん、もう3食うどんとか、うん、もう本当の時もあったぐらい、パスタも大好きなので、うん、もう、うん、
それをちょっとあのバランスよく、うん、食事のバランスを整えながらいろいろあゆみさんに指導していただきまして、はい、口で言うのは簡単だけどかなりその好きなものをやめる糖質や炭水化物は、ね、はい、結構大変だったでしょ。大変でしたね、うん、なんか、うん、でもタンパク質もやっぱたくさん取るようになったので、うんうんうん、苦労したとかまではないですけども、まあ、3日4日後ぐらいにその効果っていうか、まあ、体に変化があったのでもうそこからおっっていう感じで、これはもっと頑張らないとっていう感じで結構プラスの方目に見えて成果があるから。そうです、はい、ちょっと僕も教わろうかな本当にそんなに変わるもん簡単に。そうですね、食事でしょ、うん、はい、食事だけなの？なんかこうなんか体を動かしたりとか。やらなかったです。やらない。食事ですね、もうバランスの良い、それからタンパク質糖質の、あ、まあ、そのあたりですね、まあ、糖質制限に近いっていうか、まあ、ほぼそっちなんですけれども、うん、ただの糖質制限ではないので、あのやっぱりその糖質を控える代わりに何かを取らないといけないっていう、うん、ちょっとあの栄養学が入ったような、う、はい、そういうメニューで、メニューでどれぐらいの期間やったんですか？3週間。3週間、はい、そしたら10、もうそれだけで10、3週間で6キロぐらいですね。だからもうかなりむくみとかあったと思います、うんうん、もう本当に炭水化物でできてるような体だったとかもしれないぐらい本当に、うん、でもバランスよく取ることでふっと引き締まって、3週間で6キロ、それから1年かけて10キロ近くっていう感じです、うん、そこからゆっくり落としました、はい、その見た目もこう変わったけれども、はい、中が随分変わったわけですね。変わりましたね、もうメンタルも変わりましたし、自信もついたというか、うん、はい、そこでなんかこう、うん、やっぱりそこからですかね、いろいろやろうと思ったことが、人前にもっと出てとか、あのそう、もっと自分を表現していきたいとか、いろいろなんか欲が出てきて、はい、だから初めてお会いした頃から比べればなんかこう自信がみなぎってるよね。あ、自分のやりたいことがはっきり見えて、どんどんこう、うん、いけいけみたいな感じで。そうなんです、そうなりました本当に。よかったね、はい、シェイプアップか、教わろう、うん、もう今もあのオンラインとかで、うん、あのシェイプアップの指導されてるので。あ、そのあゆみさん、はい、僕もあゆみさん知ってるんで、ね、オンラインですよちょっと、ね、門を叩いてみようかしら、ね、うん、ね、はい、まあ、そうやって変わったということですね、はい、そして、まあ、ちょっと話戻りますけども、前回は、音楽を始めて30歳までやってて、10年間音楽をほぼほぼ封印して、で40になってまた音楽を、はい、こうどういう風の向きが変わってきたんですか？そうですね、うん、まあ、なんとなく、まあ、再開したんですけれども、うん、やっていくうちに、うん、まあ、20代の頃にちらっとこう、うんうん、歌を歌いたいっていう夢もちょっとあって、うん、で、あ、そうか、そう、30までは歌はそんなに歌ってないんだ、そんなに演奏を教えるだけで、はい、うんうん、で、あの歌も歌いたいっていうことをまあ思い出して、うん、あ、今からでも遅くないかな、始めてみようかなっていうことで歌を歌い始めた、ジャズボーカルですね、うん、最初ジャズから始めて、はい、それからその後いろいろ歌えてたどり着いたのがシャンソンまあ、僕が知る限りいろいろライブハウスなんかでね、ジャズバーで歌ったりして、はい、あとは日本の歌も歌ったりしてて、そうです、やりました、はい、シャンソンだけは歌ったことがなかったでしょ？なかったです、はい、もうじゃあ行っちゃいましょうかね、はい、ご縁その3はシャンソンなんですけども、はい、シャンソンとどういう出会いだったんですか？はい、はい、シャンソン教室の、レッスンピアノって言って、レッスンの時にピアノ伴奏する、うん、仕事をさせていただいてて、少しだけで、そこで日本語で歌うシャンソンを、まあ、初めてというか、じっくり聞いたんですけども、うん、結構歌詞がなんかこう面白いというか、うん、表現が面白いなと思って、うん、でもその時はあまり歌いたいとは思わなかったんですけれども、うん、そのシャンソン教室で出会った方が私に、あるシャンソン歌手の方がランチコンサートをするので、うん、一緒にどうって誘われて、
一緒に行ったんですね、うん、そしたら会場に入ったらこう、まあ、言ったらこう、まあ、こうだったし、チラシを見せていただいたんですけれども、そんなに凝ったチラシでもなくて、で、まあ、きっとその歌手の方の生徒さんとかちょっと知り合いの方が集まる、まあ、コンサートかなと思って行ったんですね。そしたら扉を開けたらもう何百人でいるんです。と思って、すごい人がいると。でステージを見るとホテル の、まあ、会場でなので、はい、まあ、照明もそんなになかったり、うん、まあ、明るいところでですよね、うん、でピアノがポーンと置いてあって、うん、でちょっとしたステージがあって、でマイクが立ててあって、で、あ、ここでするのかという感じですね。ただただ人が多かったっていうのがすごい、うん、で、まあ、始まった時にもうそのマイクをポンって持ってバーッと歌うんですね、うん、で音響さんはいないんですよね。もうホテルのスピーチ用のマイクで歌われるんで、ピアノもマイク、そのホテルのマイクをちょっと当てるだけで、うん、はい、だからこの環境でものすごい素晴らしい素敵な歌を歌われてて、うん、でまたもう表現力もすごくて、いろいろ衝撃を受けて、うん、もうずっともう釘付けになってたんです、うん、私その方、うん、ね、菅生玲子さんとおっしゃるんだっけ。そうです、はい、菅生玲子さんです、はいはいはい、でじっともう私も動かずにじっと見て最後まで、うん、でだんだん涙がこう込み上げてきて、で人の歌を聞いて泣くっていうのは私は本当ね、なんかこうなかったんですけど、うん、もうポロって涙がこぼれて、うん、あ、これが歌なんだなと。今まで歌ってたけども、そう、人を感動させたり、うん、こう本当に揺さぶるというか、そういう歌を歌える、うんうん、っていうのはもうあまり自分でも考えたことなかったんですけど、歌ってて気持ちよくこう気分、うん、まあ、気持ちを込めて歌うっていうのはまあ誰でもできると思うんですが、うん、本当にそれが聴いている人に届いてるかっていうのは分からなくて、うん、でも、あ、これがそうなんだっていうのはこう、うん、お客さんの立場になって分かって、うんうん、自分が目指したいのはこれと思って、いきなりシャンソンを、はい、これは何、誰かに入門したんですか。そう、もうその聴いていた菅生玲子さんに入門して、はいはい、まあ、もちろんこれまで培ってきたベースがあるからなんとか入ったでしょうが、うん、はい、でも歌いたい曲があってその曲を持っていったんですよね、聴いてもらったんですけど、うん、もうダメ出しの連続でした。ダメダメで、私も結構自信を持って行ったんですよね、うん、もうずっと歌ってるので、で弾き語りちょっとやってみてって言って、まあ、それこそテネシーワルツですね、うん、テネシーワルツをでもなんか全然この歌はこうでしょってもうダメ出しの連続でした。でシャンソンも一曲聴いていただいたんですけども、もう全然そうなんだ、もう、はい、ダメ出しで、あ、もうやっぱりまだまだやったよなっていうのをそこで痛感しました。なるほど、はい、ちょっとこれ一服しましょう、はい、体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生器。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。そのダメ出しダメ出しの連続って話でしたけども、はい、他の歌とシャンソン何がそんなに違うんですか。自分でも最初分からなかったでしょ。分からなかったです、うんうんうん、はい、何が違うんだろうね。何が違うのか。人生がよくほらそこに出るっていうでしょ、はい、でシャンソンって 歌にも見えるけど、なんか詩をそのままモノローグ的に、そうですね、ってなイメージもちょっとあるじゃないですか。あります、ね、はい、うん、まず聞いていてその情景、その人物がすごいこう、うん、くっきり浮かんでくるというか、うん、あとそうですね、なんて言ったらいいのかな、訳詞をされてる、日本語で訳詞をされてる表現が結構分かりやすくて、うんうんうん、で
登場人物が3人ぐらいいたりとか、うん、2人いたり、その会話が歌になってたりとか、はい、でその一人の女性の生き様というか、うん、が歌になってたりとか、うん、あと、まあ、反戦歌というのもありましたし、あ、そうだね、そう、もういろいろ娼婦の歌とかね、うん、あと役者の歌とかで、一人の失恋した一人の女性の歌なんですけれども、もう悲しいとか寂しいとかって言ってるのじゃなくて、そのワンシーン、うんうん、あなたに裏切られた、私はその片隅でずっとこうあなたを陰で見てて涙が流れたとか、うん、なんかもう情景が浮かんでくるんですよね、うん、そう、だから伝えやすいというか、なんかこうさ3分間の物語、1曲3分ぐらいじゃないですか、そうだね、うん、その物語っていう、なんかいいんですね、やっぱり。でそこにはさ、松岡さん自身の、美穂さん自身の人生経験もこうオーバーラップしていくわけでしょ、そうですね、他の歌以上に、うん、あ、そうですね、はい、まあ、少ない経験ですけども、でもやっぱり重なることもあるので、もうちょっと分かりやすく言えば、そのご自分の恋愛体験とか、はい、そういうものがそこに、うん、はい、裏打ちされないと歌にならない。そうですね、でも ありましたね、なんか本当に叶わない恋とか、そういうことをやっぱりあの時っていう風になんかこう自分でも思い出して、走馬灯のように思い出したのね、思い出、そうですね、もう寒い雪道、まだ車がを運転していない時に、こう振られて駅までもう道はもう雪、すごい雪深い日で、夜こう冷たくなり、うん、泣きながら帰ったっていうね、うん、経験があるんですけど、なんかずっとそのシーンが浮かんできたりとか、あったんですよね、そう、もう忘れる、あなたの燃える手で私を抱きしめてと言っても抱きしめてもらえない、 その思いみたいなもの、ね、思いが、ね、ありましたね、そう、送ろうとしてたプレゼントを返されて、そのプレゼントを持ちながら駅まで歩いていくんですね、美穂さんモテモテだと思うのに結構失恋体験もあるんだ、ありますね、いっぱいあります、ね、まあ、そういうものを少しずつ思い出しながら、今までの歌以上にね、シャンソンの場合は、はい、うん、こうダメ出しがだんだん減っていくわけでしょ、そうやって重ねていく中で、そうですかね、はいはい、ね、で、うん、半年後にさ、そのシャンソンに目覚めて半年後には東京のシャンソンコンクールでグランプリ取った、そうです、これちょっとすごくない、はい、いえ、そうですかね、もう頑張りました、でも本当にそれはどうして自分でこんなに短期間にそこまでいけたと思いますか、まあ、でもやっぱりその菅生先生のいろいろアドバイスとか、うん、あと、うん、そうですね、うん、その表現をする、今まで その人に伝えないと意味がないということとか、うん、あとやっぱり聞いている人にイメージをどうしていただくかっていうことをずっと考えながら、なので、なんかこうちょっとやっぱ MC をしていた時代のこととかも思い出して、うんうん、ずっと同じ曲をずっと練習をしていたんですね、はい、でそこで、うん、うん、なんて言ったらいいのかな、はい、まあ、はい、そうですね、その繰り返し繰り返しの中で繰り返しですね、はい、あとお芝居っていう、うん、ちょっと語りの部分とか、そうね、そう、そこが多分私 MC をやっていなかったらできなかったかなって、うん、ナレーションとか、うん、そのセリフとかがある曲もあるんですが、うん、やってたことが全部だから役に立ったっていうね、めちゃめちゃ役に立ちましたね、無駄にならなかったってことだよね、そう、はい、じゃあ松岡美穂さんが歌うですね、愛の讃歌を聴いていただきましょう、はい、どうぞ。今どういう恋愛の場面が浮かんでたのかそうですね、やっぱりもうね、昔のそうそう、本当にもうさっきちょっと雪道帰り道、うん、言ってたね、泣きながら、うんうん、その時の恋愛がすごくやっぱりずっと覚えてて、うん、私はまだ10代、うん、もうすぐ20代だったんですけども、うん、恋をした相手が、うん、まあ、20代の半ばですね、うん、でもその時の私からしたらすごい大人に見えて、うん、でもう知らない世界を知ってるわけじゃないですか、うん、もう20、10代からしたら20代半ばの、うん、で仕事もバリバリしてて、うん、もう本当になんか
素敵な人 だったんですけれども、うん、やっぱり10代で 若い、うん、そう若いから怖いものなしとか、うん、そういうふうに思ってたんですけど、でも相手が求めていたことってそうじゃないですよね、うん、若さだけじゃなくて、うん、やっぱり一生懸命仕事してる自分をこう癒してくれる相手も、うん、っていうことで私はそこに至らなかったというか、だからこの歌詞の中にも何にもいらない何にもいらないって出てくるけど、なんか多分その頃は何かを求めて求めて欲して欲しくてって言ってて、ね、今になってそういう経験を踏まえて、うん、何にもいらないそういうね、うん、あなたと二人だけで生きていくのよっていう気持ちが今は少し大人の女として、はい、そうなんですよ今はね、そう本当に今もね、え、いやでも本当にね、あのアナウンサーの世界も歌うように語れ語るように歌えって言われて全く同じだよね、はい、歌うのと語るのって似て非なるものなんだけど、うん、そこのさじ加減がとても難しいですよね。でもこれからシャンソンとせっかく出会ったわけだから、ウエイトとしてはこれから大きくしていくのかな、徐々にあの、うん、いろんな歌を歌えるように、いろんな役、ね、あの、はい、役になりたいなっていう、ね、役っていうか、そう役者、はい、あのつい去年の暮れに、初めて そのホールコンサートをやって、そうなんです、これはもうね、はい、すごく節目になったと思いますけど、そうです、本当たくさんの方に来ていただきまして、うん、あのそこでシャンソンも歌ったんですけども、うん、あのシャンソンを知らない方も、うん、あの初めて聞いたけどすごく良かった、うん、これからちょっといろいろ聞いてみたいと思いますっていう興味を持っていただく場にもなりましたし、ね、はい、で拠点が丹波篠山なんですね、はい、その丹波篠山のホールであのコンサートをしていただいたんですが、うん、もうその丹波篠山でいつもライブをさせていただいている、うん、あのテイクファイブさんという、うん、あのカフェがありまして、うん、そこで結構あの出演させていただいてて、うん、あのそこでやった経験というかがやっぱり、はい、あのコンサートに生かされたっていう、なるほど、はい、いわばあなたのホームグラウンドだよね。そうです、うん、はい、そしてあなたの大事な仕事としてはあのいっぱい生徒さんも抱えてて、はい、そうです、ね、はい、それは歌を教えたり演奏を教えたり演奏したりしました、うん、コンサートの前の2週間前に、うん、あの私の生徒さんの発表会がありまして、うん、コンサートした同じ会場で、うん、であの発表会をして、だいたい40人ぐらいあのいらっしゃったんですけど、あの40人みんな歌ったり弾いたりして、うん、で私はその生徒さんのあのパワーをまずもらって、それから2週間後の、うん、あのコンサートに臨もうと思って、なるほどなるほど、はい、っていう流れで、当然その生徒さんたちもそのご自分のコンサートに見に来てくれたんですか。見に来てくださいました、うん、たくさん、はい、終えてみてどうですか、実感としては。ホールコンサート初めてやってみて、そうですね、まあ、歌をやり始めてからホールでコンサートをするっていうことが一つ夢だったので、うん、それが叶ったっていうことですね、うんうん、でなんか不思議な感じで、うん、あのすごく大きいことをしたはずなのに、おうおうおう、なんか自分の中ではそんなになんかこう大層なことをしたっていう通過点の一つみたいな、そうなんです、実感がなくて、もう終わってからすぐに次はいついつここでやるっていうのを、なんかすぐにもうイメージができて、もう次に向けて今2023年明けたばかりですけど、今年の夢は、夢は、うん、今年の夢はですね、うん、まず今年はあのたくさんいろんなあの曲をレパートリー増やしていって、うん、で、まあ、コンクールとかまだ臨みたいなと思って、はい、でその次の年に次のソロコンサート、お、はい、じゃあ2024年にまたソロコンサートを考えてるんですね、はい、はい、考えております、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。